フランスレ島のフルールドセルフルールドセルは、塩の成果、清水を意味するフランス語で、良質の塩田から取れる大粒の天日塩である。フランスゲランド及びレ島のものが有名。天日生塩法にて作られる。フランス語で、マレサランと呼ばれる塩田に海水を引き込んで、天日と風により、水分を蒸発させ、表面にできる大きな結晶のみを、 トンボのような木製の器具を用いてかき集める。これを利用しやすい大きさに粉砕し、ガラス瓶、または吸出しにくくした紙の容器に入れて販売される。通常1ミリメートル以上の大きさがあるので、料理にそのまま粒が残ることがある。マグネシウム、カルシウム、カリウムなど、塩化ナトリウム以外のミネラル成分を多く含むため、豊かな風味があり。 高級なフランス料理やイタリア料理には欠かせない調味料として使用される。ドナリエラという緑藻が残るため見た目の色は純白ではない。フランス西部のロワールアトランティック県にあるゲランドが本場として知られている。他にシャラントマリティーム県ラロシェル製法のレシマなどでも良質なものが取れる。フランス以外ではポルトガル南部のアルガルベ地方や スペインのバレアレス諸島の島の一つマジョルカ島でも作られる。ポルトガル語、スペイン語でフロールデサルとも呼ばれる。フルールドセル、フロールデサルは生産効率が低く、希少な上に世界各地から注文があるため、かなり高価で売られている。ありがとうございます。